はい、サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。月1 J リーグウォッチの時間でございます。時間じゃないけどね。今回のテーマは、ラリーガ阪神店の2024日本サッカーカレンダーというお題でお送りいたします。コメンタリストはいつもの小沢一郎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。早いもので、まあね、もう次の年の話しなくちゃ。まあ僕らの動画もこれで今年最後という形になりますけど、はい、いろいろお世話になってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。たくさんのことを教えていただいて、感謝しております。いつものようにじゃあ2023年の最後のトピックスから小沢さん入りますんでよろしくお願いします。はい。J1、まあ、神戸、史上11クラブ目の J1 王者になりました。おめでとうございました、うん、おめでとうございます、新王者誕生は17年の川崎フロンターレ以来のことだったということで、年間 MVP が、神戸の大迫選手得点、うん、と MVP の2冠は史上10人目アタッカーとしては最年長の33歳で受賞したということですけれども、ベテランというか経験値の高い選手が J リーグ J1 特に僕活躍したの印象、まあ、クラブチームも含めてですが小沢さんいかがですか。いやもう素晴らしかったですね。で33歳今もうサッカー界的には若いですよ。確かにだからまだまだやってほしいし、まあ本音を言うとアジアカップなんかにも入ってきて当然のフォワードだと思いますし、うん、それが出れないんだったらパリ五輪ねこうオーバーエイジ枠で呼んでほしいなっていうぐらいのもうタレントスーパーストライカーですよ、はい、そうですね、はい、うん、ね、J2 です、国立競技場での J1 昇格プレーオフ盛り上がりました、東京ベルディと清水は1対1のドロー、年間10位で上位にいた、ベルディが13年ぶりに J1 に昇格ということです、町田岩田プレーオフを制した東京ベルディが J1 昇格、首都東京に3つの J1 クラブってのは小沢さんちょっと面白いですね。そうですね、まあ、それによって、まあ、例えば国立開催のゲームが増えたりとかで、まあ、東京の、うんね、こう人たちがやっぱりねこうじゃあ J リーグを見に行こうかとかっていう機会も増えると思うので、まあ今まで J リーグに馴染みのなかった人たちにリーチするみたいなこれで機会も増えると思うので、まあそういうようになんかこう東京発でまた J リーグを盛り上げていってほしい、盛り上げていきたいなと思いますね。はい、あの外国人観光客の誘致っていうところもですね、またこう誘致というかこう招待してたくさん来てもらうというようなことに関しても、うん、僕は J リーグにも見てもらえるような環境っていうのたくさん東京でねあるっていうのはそういう可能性もまた広がってくると思うので、なんかそこは一工夫欲しいなってところですね。そうですね、そこは確かにこれだけねもう街中に外国人を見る機会が多くなってくると、はい、ついでにねこう J リーグもどうですかっていうふうにお声掛けしたいですもんね。ぜひそういう形でねこう日本に来るんだったら J リーグまで見ていってくださいっていうような流れを作ってほしいなと思います。ね、全国津々浦々にありますからね。うん、J3 は最終節までもつれ込んだ J2 昇格争いがありまして、鹿児島が勝ち点1を上積みして5年ぶり J2 昇格おめでとうございました、うん、愛媛と鹿児島が J2 昇格です。で J3、JFL の入れ替えを行われませんで、20位北九州、19位宮崎は来シーズンも J3 残留ということが決まったというところであります。いろんな地方に行くのもね、小沢さんも行かれましたけど楽しいですよね J リーグは、ね、やっぱり J リーグね、きっかけでやっぱり観戦ツアーとか旅行を国内でするっていうのは、うん、J リーグツーリズムもいいなと思いましたから、まあ、もちろん外国人観光客に見てほしいんですけど、ね、まあ、それもそれと同時並行でいろんな、ね、こう日本人の方も今は円安でなかなか海外行けないじゃないですか。だったらもう国内で旅行するんでせっかくだったら J リーグ見て J リーグの、ね、こう J リーグを試合をきっかけにその地域を、ね、こう観光したり、まあ、名産品を食べたりっていう形にしてほしいなと思ってますそうですね、名産品にはすっかりあの惹かれた小沢さんとった2023年、名産品の中でも未だにあの徳島早く戻って大野鳥買いたいなと思ってるんでいいですね、はい。日本代表後で詳しく触れますけども、ランキングで言うと2023年は8勝1枠1敗という好成績で17位まで浮上したというところであります。こういうですね、目に見える数字っていうのはあれとサッカー明るくないメディアにとってもですね、あ、17位ってすごいんだなと思ってもらえるんで僕はいいことだなというふうに思っております。はい、さて2024年の主なスケジュールと大会方式いろいろ変更がありますので整理します。 J1 です。18クラブから20クラブによる2回戦の総当たりリーグ戦になります。
J2 への降格枠は下3つのクラブ自動降格、2月23日から12月8日にかけて全38節380試合が行われるということです。で、J2 は J2 クラブ、22クラブから20クラブによる今度は2回戦の総当たりリーグ戦。 J3 降格枠は下位3つのクラブが自動降格です。で、こちらは2月23日から11月の10日にかけて38節380試合、1位と2位が J1 に自動昇格、3位から6位による J1 昇格プレーオフが行われるということです。で、 J3 は J2 昇格2クラブから3クラブになります、うん、1位と2位が J2 に自動昇格、3位か6位によるここは J2 昇格プレーオフというのが始まります。2月23日から11月24日にかけて38節380試合が行われるということで、 J1、J2、J3 全部20クラブずつ新しいシーズンですね、小澤さん。そうですね、もう本当に、まあ、フォーマットはこういう形で定まりましたし、うん、まあ、特にね J3 から J2 に上がる枠が増える、その分やっぱり、ね、はい、まあ、降格の枠も増えるっていう形になりますから、うん、まあ、J1 の昇格のプレーオフも毎年盛り上がってますけど、これ J2 の昇格プレーオフも盛り上がるんだろうなと思いますし、はい、でも降格ね、各リーグ、まあ、J1、J2、3クラブあるんで自動降格なので、これ結構大変ですよ。だからもうかなり、まあ、そういう意味では上の方の優勝争いも下の方の降格争いも間違いなくシーズン序盤からヒートアップするんじゃないかなと思うんで、また熱い J リーグ2024年シーズン楽しみですね。僕、分かりやすいイベントっていうのがこう大事だと思うんです。インプレッションということを考えると、うん、だこういうのは歓迎ですね、うん、たくさんの話題になるような形を僕は作っていってほしいなと思いますし、実際に2023年のプレーオフもすごかったですよね。お客さんいっぱい入ってて。そうですよ、最終的には、ね、こう決勝僕も見に来ましたけども、はい、5万人近いお客さんが来ましたし、うん、で、まあ、相当ね、試合内容もやっぱり盛り上がる。でも、うん、で、普段のレギュラーシーズンと違って1点の重みが大きすぎるので、大きすぎる、相当緊張感のある、そしてね、うん、最後劇的な、まあ、東京ベルリンにとってはドラマでの、ね、こう昇格が決まりましたから、ただまあ年間順位が反映されるっていう意味では、まあ、順当に東京ベルリンが、ね、こう J1 昇格を決めたっていうところなんですけど、まあ、そういうところも含めてやっぱり面白いんじゃないかなと思います、うん、そうですね、はい。さて、続いてまた、レギュレーションが大きく変化したというのはルヴァンカップです。 J1、J2、J3 全クラブが参加する、ノックアウト方式に変更になったというところです。ファーストラウンド、プレイオフラウンド、それからプライムラウンドという形の中で、実は僕よくまだ分かっていないという状況なんですけど、ノックアウト方式で戦うわけですから、たくさんのチームとの新しい組み合わせがあるというのは小澤さん面白いと思うんですけども、一方でこう若手の出番というところをどうやって作っていくかというのは、これをクラブ監督にしてはなかなか悩ましい問題じゃないでしょうか。そうですね、多分これね、若手、まあ、J1 のクラブにとっては若手をやっぱり使いたい、うん、ね、こうコンペティションだったはずなので、まあ、そこがノックアウト方式になると、さすがにまあ、ね、格下でじゃあ J3 のクラブと対戦だったとしても、そう簡単に若手ばかりのラインナップには並べられないじゃないですか。だからそこで言うと、まあ、負けられないっていうことが、まあ、比重で重くなってしまうとどうなるのかなと思いますが、ただまあ大会自体、コンペティション自体は間違いなく面白くなるでしょうし、はい、結構ジャイ切りも起こるんじゃないですか。そうですね、はい、それは楽しみです、うん、たくさんのね、メディアとか人が話題にしてくれるようなものをこうたくさん提供してほしいなという点では期待したいと思いますね、うん、そうですね、はい。さて、日本代表なんですけど、1月1日すぐですね、うん、月曜日14時からタイ代表とのゲームがあります。小澤さん、これはどんなことを期待しますか？いや、もう僕は子供連れて3人で観戦に行きますんで、はい、ゲームを期待したいなと思ってます。うん、僕はね、こういう最初のところにサッカーあるんだよっていうふうに、こう日本のまだこれからファンになる人たちにアピールできるっていうのはすごくいいことだと思うんで、1月1日に最近天皇杯なくなっちゃったんで、うん、こういう形のゲームをしてくれるっていうのは僕は歓迎なんです。
そうですね、まあ、そこを多分、ね、目的として設定したんじゃないかなとも思いますし、はい、まあ、もちろん、ね、ヨーロッパのバリバリコンペッションがあるところからは呼べてないんで、まあ、三笘や久保は来ないですけど、はい、でもその代わりに、ね、こういい選手も出てくれますから、はい、でまあ、タイ代表も、ね、こう石井監督、日本人監督の下でまた強化も図ってますから、非常に興味深い試合になるんじゃないかなと思いますし、何よりアジアカップに向けた前哨戦にもなるので、はい、まあ、いい景気づけとして、新年の幕開けとして好ゲーム日本の勝利を期待したいなと思います。そうですね。でその FC アジアカップカタールで行われますけども、1月12日金曜日から2月10日月曜日まで、グループステージは1月14、19、22にベトナム、イラク、インドネシアと対戦することになっています。ノックアウトステージは1月28日から31日まで、準々決勝が2月2日から3日、準決勝が2月6日から7日、決勝は2月10日。これはタイトルを小澤さん取りに行く大会になりますね。もうタイトルをもう期待していいと思いますし、はい、まあ、森保ジャパンの中で言うと、まあ過去のいろんな大会コンペッションの中で一番優勝の期待がかかる、優勝して当然と思われるような見方をされて臨む大会なので、はい、逆に森保監督に一番プレッシャーかかってる大会だと思うんですよ。あ、そうか、なるほど、まあ、僕もバリバリプレッシャーかけますけどそういう中でどういう内容で実際に優勝できるかどうかっていう形で見ていきたいな、はい、評価していきたいなと思うので、まあ、今までとやっぱり日本代表もここワールドカップ以降は全然違う、ね、勝ち方内容チームになってますから、まあ、そのままの仕上がりでしっかり勝ち抜けるかっていうところを見ていきたいので、もう我々もハードルをしっかり高くして、視座を高くして、ね、いい内容での勝ち方を期待したいなと思います。そうですね、日本代表はアジアの中ですとやっぱ守られるという形に小澤さん当然なってしまうでしょうね。そうですね、まあ、間違いなくそこは守られるんですけど、まあ、二次予選のミャンマーとかシリアとは違って、結構守りからのカウンターも作ってこれるようなチームと対戦できるので、うん、なるほど、まあ、そこが実際に、まあ、もちろん、ね、ドイツなんかも破ってますけど、まあ、そういうこう今後ワールドカップで多分日本はリスペクトされて、強豪でも結構守ってきてカウンター狙いにしてくるとは思うので、まあ、例えばグループステージは多分問題なく抜けれると思うんで、まあ、ただイラクなんかもいますし、ね、分からないですけど、ただまあ本当にノックアウトステージになってから、まあ、優勝候補と、ね、目されるような韓国だったりイランだったりサウジ、カタール開催国みたいなところがリスペクトして守備からカウンター作ってきて、それをそのままハイプレスハイラインでいけますかっていうところは確認したいですね。そうですね。でこのアジアカップが2月10日に終わると、すぐに次の予選が始まるという、はい、ワールドカップの、まあ、予選を兼ねたアジアカップ2027の二次予選というのが3月の21日から始まりまして、21、26は北朝鮮代表とのゲームで、6月になって今度はミャンマーとシリアと対戦するという形になって、で、3次予選というのが、まあ、勝ち上がると言ってんで言ってますけども、9月、10月、11月という点で、まあ、忙しいカレンダーになりますね、来年もね。カレンダー発表された時にね、おっしゃってましたけども、みんな公式戦になってしまってると、だから親善試合組める余地がないっていう意味では、まあ、大変ですし、毎回プレッシャーかかるので、毎試合本当に落とせないんで、うん、相当プレッシャーかかる、緊張感あるんでしょうけど、まあ、3月なんかね、北朝鮮との、ね、こうホームアンダーウェイなので、裏表なので、はい、まあ、ここでどういうメンバーを、ね、こう招集するかですよね。だからアジアカップで相当、まあ、ベストメンバーヨーロッパの選手たちを連れていくので、まあ、ここで少し、ね、こう各クラブと交渉しながら、この辺の時にはちょっと国内組主体でいくのかもしれませんし、うん、まあ、そのあたりのこう人選なんかもこう注目ですし、まあ、当然ながらその先につながってくるパリ五輪のこうオーバーエイジ枠とかの交渉も多分睡眠下でもかなり動いてると思うので、はい、まあ、どういう選手を呼ばないとかっていうところは A 代表にも密接に関わってくることなので、まあ、ここは全部つながってるかなと思います。確かに、そのアンダー23、日本代表国際親善試合が3月にあります。22日と25日、サンガスタジアムと北九州スタジアムで開催されるということです。で、アンダー23アジアカップ、カタール2024、それからパリオリンピックアジア最終戦を兼ねた4月15日からの、大事な予選があります。5月3日にかけてカタールで、うん、
行われますが、これ上位3チームが出場権を獲得、4位の場合はプレーオフで、アフリカ、カフと出場権をかけての対戦という形になります。日本は韓国、アラブ首長国連邦、中国と同じグループ B。ここは小沢さん結構きついですよね。いや、めちゃめちゃきついですし、大前提として僕もうパリ五輪出れると思ってました。出る気満々でした。まだこれから予選があるんだっていう意味では大変ですね、これ。そうなんですよ。結構ここ大変だなと思います。僕ちょっといろんな面で。うんうん、だから韓国でまあ、ね、UAE、まあ、中国もそうですけど、はい、うん、これ普通にグループステージ敗退も考えられる組だと思うんで、いやそうなんですよ、だからこれはちょっと大変ですし、うん、ねまあ、パリ五輪に出てしまえば各、うん、ね、あの大陸の出場枠って少ないので結構上は目指せると思うんですけど、ね、やっぱ出るまでが特に五輪は大変だなと思いますね、はい、うん、大変だと思います、このところは。ただやっぱ、ここのカテゴリーがですね、強いかどうかっていうのが、ナショナルチームの未来にかかってくるわけですから、うん、昔は、この中から何人かが残ればいいやっていう感じで見てたんですけど、最近はこれ、即即戦力みたいな選手も多い時代に各国ともなっていますんで、ここの力っていうのは、小沢さんも大きくつけていかなきゃダメなカテゴリーですよね。そうですよ、やっぱり東京五輪を思い返してもらえばすぐ分かると思うんですけど、はい、日本代表で、まあ、残念ながら、ね、メダルは取れなかったですけど、うん、やっぱりあの主力メンバーがそのままカタールワールドカップの主力になったわけじゃないですか、冨安だったり久保が、はい、で、まあ、今これだけ強い日本代表なのもその東京五輪組が支えてるからっていうところはあると思うので、やっぱりこのパリン五輪世代も次のワールドカップを考えたら間違いなく主力に入っていく選手たちですし、まあ、すでに細谷真央みたいな A 代表に呼ばれているような選手もいるので、うん、まあ、鈴木彩艶なんかも間違いなくパリ五輪は本大会出たら出るとは思いますから、まあ、そういう選手たちで、ね、どれぐらいやれるのかって考えると、まあ、やってもらわなきゃいけないんですけど、まあ、簡単じゃないよねっていうところは、まあ、アジアカップとか、ね、A 代表のワールドカップ予選以上に難しいですね、この五輪のアジア最終予選は。本当そうですよね、うん、まあ、知る人はもう知っている、だけどこれから名前を多くの人に覚えてもらいたいっていうですね、ヤングライオンたちここで出てくるんで、ぜひこう熱い応援をお願いしたいと思います。海外遠征が6月3日から16日まで予定されています。それから33回オリンピック競技会パリオリンピックは7月24日から8月9日の予定でパリで行われますので、ここもぜひ、サッカーも応援したいなっていうふうに思っています。まあ、サッカー、まあね、日本代表が五輪に出れば間違いなく盛り上がると思いますし、はい、まあね、こうフランスなんかは多分本気のメンバー組んでくると思いますから、それこそエンバペがオーバーエイジで入ってくるとかも普通に考えられますし、やめてよっていう感じですけどで、まあヨーロッパももう、ね、出場国は決まってるので、まあ、スペイン、イスラエル、ウクライナ、まあ、その3カ国に、ね、ホームのフランスなので、うん、まあ、スペインなんかもちょっとまあガビが怪我でもここ出れないこと確定してるんですけど、ですね、うん、まあ、ヤマル呼ぶのかとか、うん、でまあ、10代でいい選手フェルミンとかバルセロナで、ね、こう活躍してる選手たくさんいるので、まあ、非常にいいメンバーで誰をオーバーエイジ呼ぶのか、ただこれヨーロッパは大変なのはユーロが直前にあるので、そうなんです、まあ、東京五輪の時にね、こうペドリが酷使されてちょっとまあ怪我が多くなったみたいなところを避ける意味でも、多分 A 代表呼んでる選手はそのまま出てこないだろうって考えると、まあ、だから出たら日本相当チャンスあるんじゃないかなと思いますし、まあ、まだ南米の 2カ国決まってないですから、まあ、そこも含めてメダル射程圏内で考えられそうなので、ね、なんとかアジア最終予選抜けてほしいですね。確かにそうですよね。でも本当ですね、小沢さんおっしゃったとおり、出たら出たでこういろんな選手のこう負担っていうのはしっかり管理しないと、オヤルサバルもそうだったですけど、うん、こう使われすぎていて、そのシーズンにもろ影響したっていう選手何人もいますよね。今思い出しましたけど、スペイン代表はパウトーレスもこれ五輪も出て、結構こうビジャレアル帰ってきてから、うん、そのオーバートレーニング症候群っぽい症状になっちゃって、エメリ監督にしばらくもで、はい、練習参加しなくていいからって言って多分 2,3 週間休ませてもらってたのを記憶してるんで、うん、まあ、そういうことになりかねない。しかもこう暑い、多分ね、フランスも暑いでしょうから、その中で過密日程でやるんで、間違いなく出た選手はまあ、そのヨーロッパのすぐ始まるシーズンに影響あるなと思いますね。そうですよね。だからファンの目線としては、足し算と引き算で
見てあげてほしいな、応援したいという気持ちと、でもここで無理をしなくてもいいんだよっていうところと、ここで負けたのが意外と良かったかもねみたいなところも含めてですね、こう幅広い視野で見てもらえる優しいサッカーファンでいてほしいなと思います、うん、さてなでしこ、最後の項目になりますけども、パリオリンピック2024アジア最終予選、まだ残っています。2月24日28日が北朝鮮女子代表とのゲームになります。二次予選を勝ち上がった4カ国、日本、北朝鮮、オーストラリア、ウズベキスタンがホームアンダーで対戦、勝者2カ国がパリオリンピック出場権を獲得というところです。まあ、ここはもうでも絶対行ってほしいなと思いますけどね。そうですね、まあ、なでしこはもう出て当然のチームだとは思いますし、うん、ね、まあ、こう直近のワールドカップであれだけやってくれましたから、で、まあ、そのね、うん、対象したスペイン代表が世界チャンピオンになっちゃってますから。そうですね、スペインが勝ったのにな、まあ、本当にそういう意味では、ね、世界一にまた輝ける、戻れるだけのもうチームになってると思うので、はい、ここは、ね、まあ、本大会出るのは、まあ、当然としてこう期待値高く見たいなと思います。そうですね、女子もね、2023年というのは本当に世界各国で、あ、こんなに素晴らしい選手がたくさんいるんだ、こんなに面白いゲームがたくさんあるんだっていうふうに、こういいプロモーションができたと思いますし、うん、日本選手、なでしこの中にもこんなにうまい選手がいるんだ、こんなに素敵な選手がたくさんいるんだというところをぜひ継続してこう僕プロモーションしてほしいなと思います。そうですね、だからまあそことうまく関連付けて WE リーグもね、こう国内で盛り上がってくれるといいかなと思ってますし、やっぱり、ね、うん、そこを同じ、まあ、男女のサッカーでくくらずにも女子サッカーっていう別の枠でもう見ていって報道していっていいと思うの で、 そうです、ね、これスペインでも本当にこう女子サッカーのページがもう初めから割いてあって、ね、まあ、そこで各メディアがしっかりとそこに情報をたくさん詰め込んでくれてるので、まあ、あとはバルセロナのカタルニャメディア見ても、まあ、FC バルセロナの男子のチームじゃなくて女子のチームとか、ね、こう相手のボンマティやアレシア・プテジャスが一面を飾る機会が非常に多かった2023年なので、うん、まあ、そういうふうに日本もどんどん勝っていってほしいなと思います、うん、そうですよね。僕は近い将来また澤さんに続くバロンドーラー出てほしいなって本当に期待してますけどね。いや、可能性はかなり高いんじゃないですか。まあ、もちろん男子でもね、バロンドール、ドーラーに近い選手が出てきてるとは思いますけど、やっぱり女子の方が、女子のなでしこから出てくる方が可能性高いと思うので、ね、また見たいですね、バロンドーラー。なんかあの時は、なんかね、メッシとかの横に並んでるのがちょっとまだ夢心地だったんで、現実のものと受け取れなかったですけど。本当ですよね、すごいなって、メッシと一緒だったんだなっていうね、母さんすごいな。今思い返してもすごい偉業ですね、やっぱりね。本当そうですよね、うん。なでしこ海外遠征が4月1日から11日、それから5月27日から6月6日にかけても予定されています。で、第33回のオリンピック競技会パリオリンピックは7月25日から8月10日まで、ぜひここでなでしこが出て大活躍をするというのをですね、熱い目に見ようかなみたいに思ってますけどね。ということでですね、もう本当にこういろんなこうイベント盛りだくさんという、2020の日本サッカーカレンダーなんですけども、まとめとして小澤さん、2024年はどんなフットボールの年にしたいですか？いや、2024年もフットボールの試合を追いかけるだけでもう手一杯になりそうだなと。だって国内 J リーグと代表のカレンダーだけでもパンパンなのに、普段これラリーガとか、じゃあ他のリーグ CL とか、ね、プレミア見るのどうしようかなって今から困ってますけど、それだけ楽しみが多いっていう意味では、また24年もフットボールとともに行きたいと思います。そうですね、僕もこういろんな娯楽とフットボールをもっとね、つないでいくっていうことをやっていこうと思ってますんで、何でもこう日本のエンタメ、カルチャー面白いよっていうところと世界のフットボール、日本のフットボールつないで、また皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。今年もご視聴いただきありがとうございました。2023年のサッカーキング YouTube はこの動画が年内最後の更新となります。2024年1月5日から、動画投稿を再開する予定ということになっています。ということで、小澤さん1年どうもありがとうございました。こちらこそ1年間お世話になりました。見ていただいた皆様ありがとうございます。皆様良いお年を。それではさようなら。良いお年を。良いお年を。